皆さんこんにちは。今日もフィリピンパラワン島フェルトプリンセサのうちのこの工事現場からねお送りしています。今日が10月の、8日かな、日曜日で、大工たちはいないんで一応ね工事は、大工の仕事は休みなんですけど、僕らができることをねちょっと一日やってました。今もう結構午後のそろそろ日が傾いてくるかなっていう時間なんですけれど、メールでお問い合わせがありまして、パオが元気に吠えてますけど、今僕らがねここでやってるようなこのフェルトプリンセサに土地を買って、でこんな風にちょっと塀で囲って、こんな風に自分のね秘密基地を作りたいんだけどっていうような方で、どのくらい料金あったらできますかって、またそれをそのケアをね僕にしてもらえますかっていうねお問い合わせが2件来てます。で1件はね結構具体的で、年明けにねそのまあ完全に寒気に入ってからやりたいななんて考えてるってことなんですけど、でその方はセブの郊外とプエルトプリンセサ、まあこの辺りとって考えてるそうなんですけれども、プエルトプリンセサが第一候補だってことをねおっしゃってて、で土地はねここら辺そこそこいろんなとこね売ってます。この前も土地の値段とか話してましたけど、平米あたり5000ペソから6000ペソぐらいですね。ちょっとここ一応ね市街地なんですよ。ここからもうちょっと北に離れれば、値段はね離れれば離れるほど値段安くなってきますけれども、でも一応このうちがね近くにあるところの方がいいんじゃないかなと思います。でその具体的にご質問いただいた方はね、あの奥様がいらっしゃって、フィリピン人の奥様がいらっしゃるんで、その奥様の名義で買いたいということなんですけれども、まあ見てね気に入れば買うことはできます。で整地してあってね綺麗になって、高いところよりもジャングルみたいなところの方がね、整地とかねその木の伐採とかってねそれほどお金かかんないんですよ。ですからパッて見えると、パッとこう綺麗に見えるところよりも平米あたり500ペソ安いんじゃないかな。で綺麗にするのに平米あたり500ペソはかかんないですから、まあその場所によってねいろいろですけれど、また生えてるでかい木なんかはねそのバランガイの許可を得ないと木が切れないなんていうねこう変な決まりがあるんですけど、そうですね、だから具体的に予算というと200平米だと平米5000ペソでいうとちょうど100万ペソ1ミリオン今のレートだと260万ぐらいになっちゃうのかな。まあ1ミリオンでしょ、200平米だとしてね、200平米ぐらいあった方が実際いいですよ。打ち立ててねこんな風に窪作ったり、なんか植物木がね、うちココナッツと今パパイヤがすくすくとどんどんでかくなってるところですけど、あとバナナもありますしね、こんな感じで楽しみたいっていうんだったら最低200平米ぐらいあった方がいいと思います。5000ペソだとして1ミリオンですね。あとちょっとね手数料とかかかりますけど、だいたい1ミリオンで塀で囲ったとして、うちみたいにそんな高い塀じゃなくって、そうだな200平米だとここより狭いから20万ペソぐらい、そしたら120万ペソでしょ。あとはまあうちですよね、ブロックで鉄筋コンクリートで建てるのか、今僕が計画しているように木造で建てるのかで違ってきますけど、40平米ワンベッドルームだったら40平米でまあね結構余裕あるし、50平米の建ててもいいし、あとテラスをつけるとかそんなのありますけど、まあ、50万ペソぐらいあれば立つんじゃないですかね。だから全部で、1ミリオンの20万ペソ、50万、1.7 ミリオンか。で、あとはね、水道を引いたりとか、電気とか、そういう、いろいろありますけど、手続きありますけど、それは自分でやってください。ご自分の名義でね。電気なんか講習受けなきゃいけないとこあるんですね、1日。パラワンのパレコって言ってね、電気会社で。それはね、奥様に受けてもらって、奥様の名義にすればいいと思いますけれど、あとそのね、僕にケアしてもらえるかってことなんですけど、現場監督でしたらできます。ただその土地の状況によるけど、まあ整地が終わった状態から、塀作って、打ち作って、どのくらいだろう。2ヶ月。
実際に働く日にちで50日から60日ぐらいでできますね。うん。そうね、50日と60日ぐらい。うん。でもご自分でね、その、監督した方がいいんじゃないですかね。わかんなかったらやりますけれど、うちのね、寺子屋の方の雑費でね、寄付していただくって形で、1日1万円、4000ペソぐらいですね。もらいます。そのぐらいもらわないとやってらんないです、この暑い中。もう一人の方はね、YouTube の動画撮っていいですから、無償または格安でやってもらえると助かりますって言ってますけれども、とてもじゃないけど、無償でなんてできないです。これ毎日クタクタになりますから。はい。だからまあそんな感じですね。だからまあ、50万円、60万円ぐらいは監督料として、寺子屋の方の雑費でね、寄付してもらうって形でしたら大丈夫です。まあその建物とか、その規模によってかかる日にちが違いますけれど、木造の場合でそんなもんですね。あと、壁作ったり、やっぱり1.8ミリでも、どのぐらいなの全部で。10万円とかそうなんです。だから2ミリオン、ん ?2 ミリオンちょっと、500万円。550万ぐらい用意しとけば大丈夫かな。土地買って、塀作って、打ち立てて、まあ、こんな区を作って。まあ、これ正確にね、見積もりとか、その土地によっても違うんで、やってみなきゃわかんないし、その、下にね、砂利入れなきゃいけないのか、ちょっと土地かさ上げしなきゃいけないとか言ったら、また全然違ってくるんで、あやふやなことは言えないですけど、このプエルトプリンセサで何かやるっていうんで、現場監督をお願いしますっていうんだったら、そんな形で出したらできます。はい。うん。だな。楽しいですよ。でもできればね、自分で現場監督、まあ、わかんないか。一緒に、僕が来てても一緒に来てやってれば、あといいですみたいな感じになるんじゃないかなと思うけど、うん。大工の日当がね、今だいたい600ペソですね、1日。で、助手が400ペソって感じです。で、大工3人、で、助手1人だと、1日が2200ペソか。で、あとはね、おやつとかね、ちょっと冷たい飲み物とか毎日用意するって感じで、そこら辺、まあ大工の棟梁で全部やってて頼むんだったら余計に、まあ100ペソ、150ペソを毎日渡して、それミリ円だとね、飲み物と用意して、なんて言えばやってくれるだろうし、まあ、はっきり言って金次第ですよね。大工はね、よく働きます。真面目です。うん。かな。楽しいですよ。だからね、わかんないとしても、何日かね、僕はアドバイスに来るとしても、あと自分が毎日来て、現場監督するみたいなね、後ろにね、青いの見えてると思うけど、ああいうブルーシートでね、日陰とか作ってしまえば、その下にね、なんかこんなちっちゃい椅子でも買ってきてね、置いて座ってればいいんですよ。ほんでなんか、ビールでも飲みながらね、口で仕事してれば、あ、でも、サシとか出せないか。うん、でもそうやって見てると楽しいと思うけどな。ちょっと手出して手伝ったりとか覚えますよ、いろいろ。うん、今ね、僕もこうやっててね、毎日楽しいです。毎日ね、口出してます。ここ、こう、白の屋根がどうのとかね、そこは白割り余計を塗んなきゃダメだろうとか、水道の配管がどうのこうのとか、排水がどうのとかね、僕の場合全部口出しますけれど。まあでも大工もね、それで覚えることもあるんで、喜んで一緒にやってますね。うん。まあ楽しいですからやってみてください。お金はかかります。あるいはね、もっと田舎の方、山の方行っちゃって、例えば1平米ね、2000ペソとか、もう本当に山奥入ったらね、もっと1平米何百ペソとかでもあるけど、まあそこそこちゃんと人も住んでるところで、平米2、3000ペソぐらいなところで広い土地っていうのもいいんじゃないかなと思うけど、まあいろいろですね、考え方は。ここがいいのはね、この土地、今カメラの後ろの方にね、
ヤシの木が見えるんですよ。で、なんか向こうにね、ビーチがあるような感じするのね。ちょっとこんな感じなんだけど、遠くの方にヤシの木あるの見えます。で、両脇ね、まだうちとか全然立ってないんで、バナナの木の葉っぱだとかね、グアバの木があったりとか、今日なんかね、ここに来た時、朝来た時にね、トイレのところ一応このブロック、ドアついてないんだけど囲いがあって、カサカサって動いたなと思ったら、ネズミかなと思ったのね。で、見てみたら、リスが来てるの。リス。こんなふさふさの尻尾のやつが。そんなの置いてね、楽しいですね。鳥もね、いろんなのが来るし、もうすぐ食べ頃のバナナも見れるし、都会にはない楽しみ方があるから、だからフィリピンイコールね、もちろん都会っていう人もいるだろうし、フィリピンのね、田舎で楽しみたいっていう人もいるだろうし、楽しみ方いろいろよね。でも、田舎楽しいですよ。なんか全部ね、自分で作り上げていくっていうのを自分の心地いいように作っていく。作っていく過程も楽しいし、今この窪ができただけでね、マリアも大喜びでね、うちの外見パオも喜んでましたけどね。で、今度トイレとキッチンができてしまえば、もう母屋ができる前にね、ここで一日楽しく過ごしてってことができるかな。楽しいことやっていきましょう。ほんとね、お金、ちょっとしたお金が余裕がある人はね、おすすめですね。もちろんここに打ち立ててね、別に住まなくても、たまに来てね、ゆっくりとしていくみたいな感じでもいいと思うし、別荘代わりとかね、いいと思うけどな。高級車1台買うより安くて、こういうとこが手に入っちゃいますからね。おすすめです。はい。ちょっとね、今日ね、ご質問があったんで簡単にお答えしましたけれども、僕がお手伝いすることはできますが、僕も体一つしかありませんので、ずっと終わりまで監督って言ったら、ボランティアではできませんので、そこら辺はご理解ください。僕はこっちにね、楽しむためにいますんで、自分のうちをこうやってるのは楽しいけどね。はい。そんな感じでした。今日もこれからちょっとね、現場整理してから、うちに帰ります。そろそろね、この西日の時間になってきてね、この時間からがまたものすごい暑いんですよね。ただ本当なんか見るけどね、ここね、蚊が出ないっていうのが本当にありがたくて、楽です。はい。今日この辺で失礼します。